私立中高の帰宅部生をターゲットにしたたまり場を作るビジネス。より具体的なプラン内容を探るため、祝いの質問は続く。マネー成立まで残り225万円。就活生たちが虎へと食らいつく。就活の虎。就活版マネーの虎。僕がやってる学習塾と同じことが言えて、もしくはこれ私立の学校でもそうなんだけど、例えば私立の学校のパンフレットを作るときに、中学校のパンフレットを作るときには読者は保護者だっていう発想のもとに作るんですよ。でも高校受験のパンフレットを作るためには中学生の生徒向けに作るんだよね。だからターゲットが違うってことなんだよ。だから多分君の言うように高校生にもなると自分の判断っていうのが強くなってくるので、あ、なんか俺ね、部活もやってなくて帰宅部になっちゃってけど、ここに通ったらなんか自分にとっていいことなんじゃないかなって思って、自分の、ね、中でそういう発想が生まれてきて、お母さんちょっとここ行かしてよっていう話になるだろう。中学生ってなかなかまだそこまでならないかもしれないよな。というところで言うと、今度は逆に親側があんたこういうとこあんだから行ってみなさいよって話になるかもわかんないよな。まあ、確かに5000円という金額は中学生にとっても高校生にとっても今時親にしてみれば払えない金額じゃないだろうし、学習塾と比べてみれば安価だわな。ああ。じゃあ今度は逆にさ、逆にというか通った上でのメリットを考えていかなきゃいけないじゃん。ね。ここにどのぐらい通ったらどんな成果が生まれてくるか。これ当然個人差あるわな。個人差があるんだけども、一つの象徴としてやっぱりさ、お金をいただくってことは必ず結果を望むじゃない、相手は。じゃあイメージとして保護者は、じゃあここに1年なら1年でいいよ、1年通ったことによって我が子がどういうふうに変わってくれればいいなというふうに思ってるんだろうか。神田君、現状考えてるのがビジネスコンテストだったりとか、まあ、ディベートだったりとかっていうので、自分で考えて話すっていうのを軸にした課題を与えることをベースに考えてるんで、うん、で僕のごめんなさい個人的な偏見なんですけど、帰宅部の方っていうのはあんまり話すのが得意じゃなかったりとか、うんうん、自分で考えてやることがないから結果的に帰宅部になってるっていうふうに僕は思ってるんで、うん、そのやりたいことを自分で発言できる能力っていうのがその最大の成果になるのかなとは思ってます。これってさ、あえて学年制にするんじゃなくて無学年にしたことも意味がある？はその想定自体がだいたい1学年500人ぐらいで、3学年あって1500人ぐらいいるみたいなベースで考えた時に、その帰宅部自体が 10% ぐらいなんで150人いるんですけど、ほぼ 100% 引っ張ることは無理なので。 OK、 じゃあちょっとその通りの数字やってみようか。はい、帰宅部生のコミュニケーション能力向上を目指すたまり場の提案。ビジネスプランのさらなる具体性に迫るため、就活の虎岩井がついに立ち上がる。多分さ、こういうところっていろんな学校から来るんじゃなくて、まあね、通学経路の中に多分この場所が存在すると思うので、あれですね、学校の中に導入します。あ、学校の中に導入するんだ。はい、ちょっと待って、じゃあ中高一貫校か。なんでそこはぶっちゃけどっちでもいいと思います。うん、っていうのはそこに対してのその中高一貫校だからいいとか、うん、高校だけだから悪いとかっていうのは特にないと思ってて、でもその私立高校っていうのはある程度その外部の人間が入ることに対して、うん、寛容だったりする部分が多いので、うん、一番導入しやすいかなっていうので、ちょっとイメージつけてみよう。はい、神田中学高等学校でしょうか。はい、神田中高という学校ですと。はい。これ1学年何人いる？500人。500人。はい。大きいな。なかなかマンモスだな、最近してみると。高校が500で、中学は200ぐらいですね。じゃあ、まず、
中学校が1学年200人でかける3学年だから600人いるってことだな。はい。で、高校が1学年500人。はい。で同じように3学年あるから1500人。はい。合計2100人いますと。はい。でその後進めてみ。で帰宅部自体が、うん、まあ 10% から 20% ぐらいっていう、だいたいそれぐらいいるよねっていう風なのを一応。10%から 20% ぐらいは帰宅部の学、はい、生徒がいるんじゃないかと。はい。はい。そうするとざっくり、まあ、210人から410人、うん、210人から420人ぐらいがいるんじゃないかと。はい。そしてで来てほしい人数自体は50人ですね。うん、50人。はい。ということはここで言うと何パーセント？約 25%。25%。はい。こっちだったら12%ぐらいですね。12%ぐらいな。はい。はい。感覚的にさ、どっちになりそうかいねこれね。帰宅部全体の何パーセントぐらい取り込めば、はい、このビジネスってとりあえずあなんかいいよねっていう感じになるだろう。僕自身は、うん、50っていうそもそもの数字自体が、うん、僕のイメージでは、はい、3時間1日3時間で1人で課題を投げて、で1人で管理してもらうっていうイメージなんですよね、うんうん、10チーム1人でディスカッションとかディベートをしてる中で、あの横やりを入れてもらって、君が今1人って言ってるのは、はい、要は担当する大人の意味。あ、そうですね。そうだね、はいはい、が1人ぐらいのイメージ。 OK、 このビジネスを学校の中の教室でやることにおけるメリットって宮代さん何がある？その場所代がかからないってことですね。そうだな、まず場所代がかからないってことだな。他には、うん、誰でもいいよ。取り込みやすいですね。まず行きやすいです。集まりやすいと思います。帰宅部が学校にいるんで、うん、で帰るだけなんでやることは、うん、なんで集まりやすいですね、うん。他には普通に考えてみればわかるじゃん。学習塾をやるときにまず教室のお金がかかるよね、はい、他に何のお金がかかるんだよ。広告。そうだよ、うん、募集コストがほぼタダだなこれ、はい、これがものすごいメリットなんだよこのビジネスの。これによく似た例があるんだよな。学校内予備校ってやつだな。今高校の中に夕方になると予備校の講師がやってきて、そこで予備校の先生が授業やっちゃうってやつ。あれってこの場所代がかからないのと何よりも募集コストがかからないから安く済む。某 T 衛生予備校なんかは高校3年生になってセンター試験のための対策で 全教科取ると130万円ぐらいかとかかかるんだよな。だけど学校内予備校の平均単価は30万ぐらいなんだ年間で、3分の1ぐらいなんだよ。なんでこうなるかっていうと、これと今言った募集コストが実はものすごい大きなお金としてかかるのでこうなっちゃうものが一切いらないからこうなるって話でしょ。このことだけでも今途中で聞いたけど、君たちがねこのビジネスを学校内でやるっていうことはものすごいです。もう100万積もうか。お願いします。はい。いい。これすごくいい。これは君たちの考えたビジネスの中で一番のヒットかもしれない。就活生の前に積み重なる札束。残り125万円。就活生と祝いの攻防は続く。今なら就活生限定で虎の就活虎の巻プレゼント。さらに就活版マネーの虎志願者も募集中。就活マッチングイベントガチドラは就活生も参画企業様も募集中です。詳しくは概要欄から。